大正三色は、錦鯉の品種の一つで、白色の体に、黄色と黒色の斑紋を持つ。紅白、昭和三色と共に、五三屋と称される。その昔、三家と書いたことから、三家とも呼ばれる。紅白に、黒色の斑紋をつけた品種である。性格は、神経質なものが多い。大きくなりやすい品種であるが、育て方を誤るとあまり大きく成長しない。 透き通るような白い地肌、美しい批判、艶のある黒縁が望ましい退職である。1915年、新潟県腰群6日、市村浦柄在住の佐藤平太郎の紅白1、つがいの稚魚の中に黒縁がある個体が複数いたことが始まりである。オス親は純粋な紅白であるが、メス親には紅白模様以外に愛事があったという、メスの系統は不明。 1917年、佐藤よりこの紅白一つがいを入手した星野栄三郎によって固定化された。この都いから生まれた黒縁を持つメスの紅白と白べっ甲のオス一匹を交配させたことにより固定品種となった。大正時代に発生、固定化したので大正三色と呼ばれることになった。ちなみに、西木鯉という呼び名はこの品種の固定によりできた。 料理店やインターネットなどで入手できる。趣味と実益の錦鯉、天野正幸市長。ありがとうございます。